さあ、チャプター7、3人旅。船の整備には希少なミスリルが必要だった。古代遺跡の中にその原石があると情報を得た3人は、帝国軍の監視下にある遺跡へと向かう。前回突然ね、グラディオが一旦パーティーから抜けるって言っちゃったので、引き止めたけど、まあ、すぐでもないけど、時間もかからないって言って抜けたので、一旦3人旅。滝の洞窟はこの辺りだったな。ここから北の方って言ってたっけ？帝国軍がいるかもしれない。油断はするなよ。3人になっちゃってるね。帝国軍がいるかもしれないと、力強いパワーが魅力的なグラディオが抜けちゃったから、頑張っていかないとな。あれ、ねえ、封鎖されてた？止められはしなかったな。わざわざ開けて待っていたかのようだった。なんかこういう時ってあの人出てきそう。帝国の宰相か。案内してくれんなら別にいいけど。気を許していい相手ではない。しかしこんな状況ならコル将軍に手助けを頼みたいところだが。そういえば見ないね。忙しいのかな。メルダシオに王の墓所捜索を頼む代わりに難しい退治依頼を引き受けているそうだ。相変わらず働き者だな。しばらくコルトも会ってないしな。マップマップ、あ、こんなところに行ってるんだ。マップの上の方。あの辺は写真撮っときたいな。雨降ってるけど今はやめとこうぜ。いらねえだろ。また今度ね。湖畔あと 800m。 ここ左折だ。舗装されてない道。じゃダメか。ん？おお。ならもう力で押しちゃうもんね。戦闘は慎重に。サンダー。おら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 。はい、オッケー。この間グラディオも経験値もらえないし、どこ行ったんだ。行くぞ。行こう。あと 450m ほど。と思ったらもう道がないのか。降りてこう。ここで降りるぞ。しょっと、こんな天気でなんで外歩くわけ？誰かいる。一般ピーポー。帝国軍まだいるよな。遺跡っぽいな。あ、すげえ遺跡っぽい。なんか奥で動いてたか今。
おー、なんかでっかい鶏みたいのいる。やっちゃおう。そろそろ本気出しますか。コカトリス。毎回言ってんだろそれ。ほら。めんどい。油断禁物ってね。あ、グラディオがいなくてもなんとかなるぞ。大野だ。一旦回復。これもファントムソード専用回復アクティブ。もう一体ハーリー、よいしょ。お互いにな。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。レシピ思いついた。もう済ました顔で。あと 180m。なんか本当に遺跡ばっかりだな。帝国いないけど。さあここだ。グラディオ、いつ帰ってくんだろう。さあ今何やってんだろうな。一瞬で気づいたわ。もううさんくさい男いるもん。ああで、その前にアイテムを拾っちゃう。こんにちは。いや、この先に用事？現れた。帝国軍がいるから一緒に行こう。何？大丈夫、話し通してあげるから。はい、出発。俺からあんまり離れない方がいいよ。帝国兵と無駄に戦いたくないでしょ。今3人しかいないみたいだしさ。でアイテムがある。この人は味方なのか敵なのか。エーテル。この人外嫌いって言ってたけどさ、そんな格好でよくこんな暑苦しそうな湿地帯を。あれ静かだね。話すことは特にない。そうだ、この先は古代遺跡だけど、君たちの目的はミスリル？話す前に分かっちゃってるし。いやさ、ミスリルは貴重な鉱石でしょ。だから封鎖もしてたし、帝国軍がいるわけで、それを分けてくれんのかよ。分けないよ。そういうとこケチだし。自分で採掘するならいいんじゃない。ちょっとそこで待ってて。何するつもりなんだろう。わかんねえ。アラネア巡将いるよ。いいってさ、どうぞ。アラネア巡将いるよ。ここ軍の管理下でさ、自由行動は厳しいみたいなんだよね。なんであの人と一緒に行ってくれる。うまいことお話はしといたから。え、あなた一体どんな権力を持ってるの。え、この人壮絶な空中戦闘を繰り広げた相手の人なんだけど。君たちが入隊希望者で訓練を受けに来た子たちだって。ルシスの王子一行でしょ。そうなんだけど、仲間に任せる。はい。おい。まあ私は気ままな傭兵みたいなもんでね。それにあんたたちの正体も知らない。あ、プロンプトとイグニスが経験値ゲット。もう準備できてんの。え、ここで何かやるんだろ。監視ついでに手伝ってやるから。中は手強いのばっかりだよ。え、アラネアがゲストとして仲間になりました。じゃ仲良くやって。アラネア巡将よろしくね。え、この遺跡日があるうちは入れないよ。中を探るなら夜を待つしかないね。パーティー入った。え、
敵なのかもう、もうよくわかんないな。じゃあ行ってくる。気をつけて。今もう2時だから時間経てば夜には。ここ何の場所だったのかな。イグニス知ってる？いや、住んでた人はどうなっちゃったんだろう。中に入って探してみなよ。一応敵である人のはずが普通に仲間にパーティーに入っちゃうという。これ靴に水入っちゃうだろう。こんなブーツでも。今入れないのかこれ。じゃあ入れねえか。やはり待つしかなさそうだ。どっかから入れないかな。帝国が調査済み。おとなしく夜を待ちな。はーい。シルベーなんてあんのかここの近く。ん？この人武器売ってる。武器売ってるけどな。じゃあこっちの人も薬売ってる。うん、夜まで待つか。しるべないな。普通に待つか。明るくしよう。よし、夜になった。雨がすごいんだけど、特殊アビリティをね、見てみたらね、あ、出せない。じゃあ行こうか。特殊アビリティをね、開いてみたらね、この人、なんかエアスペリオリティっていうね、ゲージ3つ使うなんかすごそうな技、使えそうなんだけど、まあ、この人、純正だけど、帝国の労働者的存在なのか、なんかよくわかんない。見てあれ！なんか光ってんの。入り口か。絶対入り口でしょ。そうね。さあ入れる。開いてるな。これで中入れるね。さあ行くよ。行きますか。珍しく前向きだな。外にいた二人は仲間？かなり慕われているようだったな。ああ、ビグスとウェッジ。仲間っていうか部下だけど、信頼できる子たちだよ。出た。 FF といえば必ずいる名の二人、ビッグストウェッジ。どこまで続くのこの階段。もう随分下ったな。遺跡だから結構規則正しい作りしてるな。ふぅ、やっと終わり見えてきた。住んでた人は大変だったろうね。さあ、あれ、なんで明かりついてんの。まだ誰かいるのかな。まさか。歓迎は期待できないね。用心しておいた方がいい。待ち伏せされてるってことかもな。ちょっと借りたくなってきた。何もないや。何もなさそうだ。こっちは外れみたい。まあ隅々まで探索していこう。なんかチェックがついてんだけど。こっちはモンスターもいないしな。お、あっぶね。崩れてきた。なんもない。こっちは、こっちは何かあるかな。アイテムがある。崩れてこない。今夜の6時。んと、部屋をだいぶ風化が進んでるな。なんか今にも崩れてきそう。足元をスケルトン。あ、柔らかい。行くぞ。その調子だ、ノクト。あ、こっち通れなくなった。通れなくなった。行こうよ。ああ。うわ、無理。俺あれは無理。スケルトンばっかだ。言うなよ。あれ。さて。と、アラネアさん、アラネアさんはどうなんだろう。腕前は。いや、行くぞ。
え、一体強いのがいる。若干まずスケルトンを怒られてる。リーパーパーリー。さあ開けれる。おお、これはすごいな。おお、上見て。え、じゃあここ水の中。すごい、魚まで泳いでる。わけわかんねえな。ここは水の中なのか。俺息苦しくなってきたよ。映画みたいだな。グラディオも来たらよかったのに。興味なさそうじゃね。案外感動するかもしれない。どういう構造してんだこれ。ああ、下まで遺跡だ。おお。上か。え？さてどうする。ブリュレ。スケルトン。ガード。ユキシオ、さすが動きがすごい。おお。スケルトンがね、ロックオンに引っかかんない。みんな無事かい？ああ。アラネアは平気。なんか若干ミスが垂れてるんだけど。奥に進めそうだ。マジックボトルゲット。魔法作ってこう。ファイラ装備してっか。ここ。おっと。なんか気になる。どうした？こっちって言ったっけ？見落としたか？確証ないけど。ここはまだ初めて来るんだけど。あのさ、崩れないって。保証はないぞ。さっきのあの道は岩崩れてきて通れなくなっちゃったんだけど。死骸とは腐れんだわ。どういうことだ。軍とこいつらはまあ深い関わりでね。10メートル。よっ。ああ、さらに下ってく。帝国軍はここで何を。標本集め。最近はそんなんばっかよ。何の標本。死骸。死骸の標本集めてる。死骸と関わりってさ、どんな。さて何でしょう。え、答え当ててく形式。怪しい。プロンプトはね、あ、プロンプトは女性に乗せられすぎじゃないか。いい感じだ。ほら、もう一体やるじゃないか。これはなんだ。あ、こっちも下がある。こいつらはね、兵器になるんだ。え、あんたたちも見たことあるはずだよ。最近の帝国ってのはどっかおかしくてね。ずっとおかしいだろ。だよね。やめようかと思ってさ。本当に雇われてる人みたいだな。この人、帝国のことは正直どうでもよさそうなんだ。ねえ、軍辞めたらどうするの。私はもともと傭兵だからね。部下連れて死骸相手に仕事かな。へえ、すごいね。傭兵ね。出てきた。
ブリュレってね、この美味しそうな名前なのに気持ち悪い敵、アラネア。やるじゃないか王子。あ、消えた。武器変えよう。杖、ガード、よし。じゃあ先に進むよ。帝国がおかしいというのはどういう意味なんだ。皇帝も新しい将軍も意識バラバラ、最初もあんな感じでしょ。付き合ってらんないわ。なるほどね。まああなたを見れば大体わかるけど。ここが開く。下に長い感じで結構広いダンジョンだった。崩れないよね。そう簡単に。お。え、どこが崩れたの？崩れちまった。あ、だけどこれ降りれそうなんだ。降りちゃった。迷いそうだな。こっち行ってみよう。なんかさ、あ？すっごい宝物ありそうだよね。そんな気するよ。素材を探しに来たんだぞ。あ、階段もない。おっと、ブリュレ。おお、アラネアすげえ飛んでる。終わりか。オッケー、まだいる。やるじゃないか。ここ上登れる。で、こっちに行くとさっき崩れたところ。なんかまた崩れる音。これ届かないね。痛い。今ワープもできないし。あ、ここ開けれるな。お宝。お宝の前に敵。ガード。剣のねおかげでね、エレメントがねモンスターからザックザク手に入るんだよな。OK。これなんだ。ミスリルジョイント。ん？ミスリル？鉱石じゃないからダメなのか。むしろ鉱石より勝手が良さそうだけど。こっちも開けれる。上に戻って。ここもガリキ崩れてる。あっちもチェック。崩れる湯が。ハイエリクサー。またどっか崩れた。あ、そこ崩れたんだ。あー、やっぱり。あー、でっかいのいる。落とされた。やはり来たか。あー、鉄巨人。ファントムソード。
当時3人しかいないけど、リンク。オッケー。手滑った。ノクト最強。もう一丁。ここでちょっとアラネアの攻撃を見たい。遅い。これ。アラネア、頼む。あれ。外してた。じゃあ先に進むよ。今の外してた、もしかして。なんだ。お、治った。え、また階段だよ。嫌な予感するな。階段続く、どこまで続く、ずっと続く。大丈夫か。なんか崩れたり治ったりしてる、これ。なんかあそこにあるけど拾いに行けないや。さあそろそろか。俺が指示を出す。出てきた。あー、他にもリーパーも出てきてる。魔法使おう。ほら、あつ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 。ブリューレ。女性の手を汚させるのは悪いな。何を今さら。さて、まだしたか。行こうよ。ああ、向こうにも行けそうだ。向かい側に行くか。ああ、リーパー。僕も同感なんですけど。あ、リーパーには炎が効くんだ。なら一旦離れて。行くぞ。違う、あっちにロックオンしてファイヤー。剣がブリュレにはなかなか効かない。リーパー、ほら、ほら、終わりか。よし、一旦引き寄せて。コンダクター。よし、じゃあ先に進むよ。もうちょいだ。もうちょいでもないな。アイテムがある。エーテル。おお、なんか時々見るんだけど、これなんだろうな。踏んでも何も起こんないし。チェックついてんな。分かれ道だね。だからどっちだろう。それが分かればいいんだが。行ってみるしかないか。迷わないように注意しよう。踏んでチェックがつくってことは、あれ踏んでた方が良かったのかな、見かけたら。ほっ、あ、分かった。あれ踏んだら道が崩れないのか。違うかな。崩れる場所の把握をしてないから分かんないな。タリスマン。やろう。うん、来た来た来た。あ、ファイヤーがたくさん溜まるからファイヤー。あれ、よいしょ。やるじゃないか。
ちなんもない。あ、またあった、これ踏んどくか。おっと、あ、ドアが閉まった。よし、杖だ。リーパーの攻撃ひるまないでダメージ与えてくるから危ない。アランダに任せて、こっちあり。回復、集合しろ。あ、回復できてない。回復できてないじゃん。アイテムなしで、ここにもあった。んでワープスイッチ、今ワープスイッチって言ってたぞ。マロをしても何も起きないし、踏んでても何も起こんない。もう午前3時だけど。やろう。なんか今敵食らった。バックアタックで、こいつはリーパーじゃない、リッチ。や、こっちにもいる。ハリー、ファントムソード、一体誰を狙ってる。あっちにもいる。オッケー。世界的な話また話が壮大な。だ、こっちにもあった、モンストロでしょ。ボス来るか、ボス来ないね。あ、広いな、ボスフラグだな。ちょっとエレメント回収して魔法作るか。ほよや、ここにもカンナギ就任記念硬貨。魔法タイム、よし、一個強力な魔法。よし。あ、広い。ああ、いるもん。うわ、大きなやついそう。目の前にいるもん。オッケー。あ。ドラゴン。ケツアル。これ見たことある、名前も聞いたことある。魔法すげえ痛い。一旦シフト、ほら、あ、痛い、痛いな。さあ、もう一回マップシフト、全然体力減んないな。もう一回魔法、よし、回復、魔法のようなのも使っていくんだ。シフト、あ、もうカメラがどうなってるのか分かんない。
ほら。回避。あー、危ない。あー、ダウンした。ポーション。待てよ。ハイポーション。あ、そんなにハイじゃない。アラネア行け。お、高い。お、すげえ。魔法だ。こっちになんかあったはず。よし、倒した。うまくいったな。さあ、鉱石。あ、ポツンと鉱石。はあ、俺生きてる。はあ、ここで終わりのようだな。ねえ、アラネア。あ？死骸と関係ある兵器って何？魔導兵は見たことあるね。ああ。あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から？不気味な国だよ、今の帝国は。気をつけな、王子。ああ、王様か。ああ。戻りますか。戻りますか。戻りましょう。雨か。よし、もう朝になっちゃう。結構深いダンジョンだったけど。外だ。じゃあ私はここまで。まあ大変だろうけど、あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ。騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かった。そりゃよかった。まったく疑り深いこと。あなたもどうか気をつけて。おう、ほら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。ああ、あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んでよかったね。ノクト、シドニーから連絡があった。なんて？レスタルムの精錬技師を訪ねろと。工場にシドニーの友人がいるらしい。ミスリルを渡せばいいそうだ。そしたらやっと船が治るってわけか。休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルムに行くぞ。しっかり準備してくれよ。オッケー、アラネアアウト。この湖もしばらく来れないか。今のうちに釣りでもしといたら。いい人だったな、アラネア。よし、それじゃあ今回ここまでにしよう。もうちょっとね、なんか奥になんかあったっぽいんだけど、入り口まで戻ってきちゃったから、また今度奥の方は探索してみよう。ミスリル鉱石も手に入ったから、誰かに届けるって言われたけど、それで船を直してやっとようやく早くモルティシエに向かおう。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。